私が切り方が悪い。いやいや、あの、とがらん。夏なんでね、すぐトマトが。ね、止まってきますね。トマトがすごく柔らかい。うん、柔らかいですね。切り方悪い。切り方悪いね。あ、すごい。さっきなんかもっとすごいプスーって切れてんけど、それね、佐藤さんにね、1本やってもらったらね、大丈夫。こっちの方ちょっと違いますか。はい、すごい。いや、そら、うん、すごいわ。なんか見てもわかるもんだって、うん、入り方が違う、うん、こういうのあれなんですか？めっちゃ細く切れる。押して入るもん。ヒート入る。包丁って。押すか引くかしたら。あ、どっちかでいいんですか。はい、うん、切れる包丁って、あの砥石で、あの砥石であるんですけど、はい、砥石で砥いだ後のこの刃先を顕微鏡で見ると、はい、ギザギザになってます。あの目では見えない方の小さいギザギザなんですけど。はいはいはい、それが食材にかかることで食材が綺麗に切れます、うん、なので上から下に押しても切れないんですけど、はいはい、1ミリ動かすと、はい、引いたら切れます。押してでも引いてる感じですね、はい、それはあの使い勝手のいい方でいい、はい、もう大体は硬いものは前に引く方が、ね、柔らかいものは引いていただく方が切りやすいと思います。道具ナビゲーターのルミです。今日は念願のこちらタワーナイブズという包丁専門店、和包丁専門店のお店に行ってきました。で、買ってきましたので開けてみたいと思います。こちらの、社長さんはカナダ人の方で、ビヨン・ハイバーグさんという方らしいんですけれども、日本で働いていらっしゃって、でそこで何て言うんでしょう、和包丁の魅力に虜になって、自分でお店を開いたっていう方なんですけれども、その方が、まあ、あの包丁の質はもちろん、職人さん、包丁をね研ぐ作る職人さんファーストで作られたお店ということで、もうぜひ行ってみたいお店だったので、今日は行ってきて買ってきました。とても楽しかったです。はい、じゃあまず、こちら買ったのが牛刀ですね。牛刀、こちらの分を買いました。もう何本という牛刀を握らせていただいて、切らせていただいて、いろいろあの、まあ、ステンレスがいいのか鋼がいいのかとかいろいろ迷ったんですけれども、本当に切って自分の手に馴染むものということで、こちらのこの1本を買いました。こちらは芯材が
銀酸と呼ばれるステンレス鋼のものなんですけれども、すごくいい素材のものらしくて、で、包丁職人の藤井さんっていう方が手作りで作られたものになるそうです。ここの柄の部分はホオノキという木の素材でできていて、ここもね、あのプラスチックじゃなくってちゃんとしたあの牛の角で作られています。で、ここも分かりますかね、このここの接着の部分、本当に隙間なく綺麗につけられている、とても使いやすい包丁だったのでこちらを買いました。もうあの最後、他のやつも全部そうなんですけれども、綺麗に磨いてからあの新聞紙をね、薄く1枚さーって切っていただいた時はすごい感動しました。切れるんです、見えますか、本当にスーッと何の力も入れなくても切れる感じで超感動しました。買ったのがこちらの出刃包丁ですね。お店の人に、出刃はどうしてもね、あの書きやすいのでこの包丁でも十分いい包丁なので、こちらとこの柳刃包丁を買った方がいいっておすすめされて、今回この分を買っています。あと最後こちらの柳刃包丁ですね。こちらの包丁はあの芯材がその銀酸というすごくいいものを使われているんですけれども、その職人さんが割と若い職人さんだからなのかはちょっとよくわかんないですけど、お値段も手頃な感じ で模様もちょっと独特な感じのこういう模様が入っている包丁になります。あと買ってきたものとしてはこういうもので、これとこれと2種類の目がもう一つになってくっついている砥石になります。だいたい普通に使っている部分で 3,4 ヶ月に1回研ぐぐらいのペースでいいそうです。よいしょ、それまでちょっと研ぎ方ね練習しとかないとダメですね。